花粉症歴がですね、かれこれ30数年ぐらいで、花粉症対策としてどういったことをやってきたかっていうのを東京ウィルズらしくですね、ご紹介していきたいと思ってます。リンリン、こんにちは、森氏です。今日はですね、花粉症の悩みを持っている方に向けてちょっとお話したいなと思ってます。実は僕、ブログとかでもよく書いてるんですけども、花粉症歴がですね、かれこれ30数年ぐらいで、小学校の時からずっと鼻がズルズルしてて、20歳になったら治るよなんてお医者さんに言われてたんですけども、そのままずっともう気がついたら花粉症だったっていうぐらい歴が長くてですね、それも結構ひどいんですね。なんでありとあらゆる花粉症の対策をしてきた。それこそ本当いろんな薬もいろいろ試しましたし、ステロイド剤とかも打ったことあります。ステロイド剤って打つと一発でそのシーズン花粉症なくなるんですけども、実はあれ副作用が危ないので、2年ぐらいでやめちゃったんですけども、本当その2年は幸せな春を迎えられたみたいな感じだったんですけども、あとシダトレンっていう療法って、舌の中に花粉のエキスを垂らし続けて体を慣らしていくっていうのを2年間ぐらいやって治すみたいなのも、3、4年前にアメリカから入ってきてようやく認可されてっていうのをやったんですけども、症状は軽くなりましたけど、治るには至らなかったというような、ずっと戦いの日々を送ってます。そんな僕が自転車でも仕事上も乗らなきゃいけないし、自分乗りたいじゃないですか。その花粉症対策としてどういったことをやってきたかっていうのをちょっと皆さんにお話したいなと思ってます。まず花粉症すごい辛くてどうしようもないっていう人は、どういう風な対策があるかっていうと、まず一つは乗らないっていうことです。全然解決なんだけど、まず乗らない。であとは家の中で乗るっていうのがありますよね。最近インハウストレーニングもすごい盛んなんで、ズイフトとか家の中だけで乗るというのがあります。あともう一つが薬に頼るってことですかね。薬飲むと、ただ薬ってすごい体だるくなりますよね。眠くなるし、だから僕あんま好きじゃないんで、あんま薬飲まないんですけども、そういった、ただ今回はそういうその代替案的な対処療法を言ってもしょうがないし、あとこう内服的なもんでもなくて、外部的なものでなんとか対処しようっていうのを東京ウィルズらしくですね、ご紹介していきたいと思ってます。でそもそもですね、花粉症になったことない人って、花粉症になると何がそんな辛いの自転車でって思うと思うんですけども、自転車漕いでる時はですね、結構アドレナリンが分泌してるんで、花粉症の症状ってそんなに出ないんですね。鼻がちょっとズルズルするかなとかいうぐらいで、ただ家に帰ってからもうひどい、目もかゆいし、鼻もズルズル、くしゃみもすごいみたいな、それが次の日まで続くんですよね。だからやっぱ花粉症の人が自転車乗ると、本当に大抵夜とか次の日にめちゃめちゃ後悔するみたいな感じになるので、そうならないように少しでも症状を軽減するために、何をしたらいいか、当たり前なんですけども、目鼻を閉じる、目を閉じる、ここの2点がやっぱり一番重要なんですね。でそのためのグッズっていうのがやっぱりいろいろ世の中出てるわけで、目鼻だったらマスクとかですね、そういったものを自転車向けでなんかないのっていうのを僕もずっと探してるわけです。でまず初めに目鼻、マスクでもいいんですけども、やっぱり自転車向けにマスクって作られてないんで、どうしてもこうずれ落ちやすかったりとか、本当に横からちょっと入ってきやすかったりするということで、まず一つおすすめなのはこうネックゲーターですね。皆さんご存知のバフとか、あとプロループとかいうのもうちも扱ってて、フィルターが入るやつかもあります。あとこれなりふりのタオル地でできてるネックゲーターですね。ネックウォーマーじゃなくてネックゲーターっていうのがあって、ネックウォーマーは冬場にこうネックを温めるものなんですけども、ネックゲーターっていうのはかなりこう薄手なんですね。だからそういう意味で口を覆ったりとか、排気ガスとかから口を守るみたいな、こうタオル地のなりふりのものだったりとか、あとベルフのこれも裏がこうメッシュになってて、非常に吸汗速乾性が高そうな、すごい軽くて薄手ので、ちゃんとこう締められたりとかするようなものっていうのが出てて、こういったもので口鼻まで覆って走ってあげるっていうのは一つありだと思います。ただこれの問題点って、いくらネックウォーマーじゃなくてゲーターだよって言っても、暑いは暑いんですね。やっぱここ風が入ってこなくなっちゃうんで、で暑がりの僕はやっぱこれをずっと、例えば今ぐらいまでいいんですけど、もうちょっと3月4月暖かくなってきた時にまで、この首元まで全部覆って走り続けるっていうのがやっぱかなりタフなんで、そういう意味だとやっぱマスクの方が首は開くんでいいですよねと。で今回いろいろこう騒動があってですね、僕が今回嬉しかった唯一のことは、マスクのバリエーションがめちゃめちゃ増えたじゃないですか。おしゃれマスクが出てきたんですね。で今までは僕も不織布マスクとか、あとはメガネが曇らないって、ここにウレタンがこう貼ってあって、そっちまでこう蒸気がいかない、メガネが曇らないマスクとかですね、あとは本当単純にウレタンマスクもありますね。あれも洗って使えるんで、会社着いたら一回ガーッと洗っちゃうみたいなのもできるんで、ウレタンマスクを常用してたんですけども、今年は本当にそれこそクローム ILE とかですね、あともう間もなくバックジャックからもマスクが登場するんですね。でそういうおしゃれマスクがあるんで、あの辺つけてると自転車乗ってる時もおしゃれしてる感が出るんで、ちょっと唯一このいろいろな騒動の中で花粉症歴30年の僕としては嬉しかったなっていうのは、マスクの進化がありますかね。あと機能も結構いいもん出てきてるんで、そういったものを使うっていうのも一つ手かなと。そういうのの上にこういうネックゲーターをするって言ってもありますんで、外れにくくなるんでね、それが一つ口鼻を覆う対策になります。
あとやっぱり目ですね。症状によってみんな変わるんですよね。目は全然大丈夫だよっていう人もいるんですけど、僕の場合はもう目も鼻も全部ダメになるんで、目もしっかり覆いたいと。で、もともとはメガネ屋さんの花粉対応メガネみたいなのあるじゃないですか。ああいうのをしてたんですけども、やっぱりね、自転車向けには作られてないせいか、やっぱり入ってくるんですよね。で、その次に使ったのが、うちでも取り扱いしてるこういうビッグレンズで走ってたんですね。これはこれでそれなりにこうカバーしてはくれるんですけども、やっぱり目が痒くなる。横からこう入ってきたりするんで。で、次にやったのゴーグルです。なんかゴーグルをAmazonとかで1000円ぐらいで買ってきて、それをしたんですけども、なんかね、それはね、ヘルメットでサングラスすると、それなりにビッグレンズしてんのかなぐらいな感じになるので、そんなにおかしくなかったんで、うん、これはしめしめと思って、悪くないです。正直悪くないです。ただ信号待ちとかしてる時に横に止まってフットが見られると、こいつゴーグルしてんなみたいな感じがあって、まあまあ花粉症ですけど何かっていう感じのところはありつつも若干恥ずかしいというわけで、今年は僕ちょっと挑戦しようかなと思ってるのが、アルバプティスから前回紹介したこの防塵ガード付きのソロっていうモデルあるじゃないですか。ちょっと今日冒頭にしてたんですけど、こいつを今年は使ってみてるんですね。これはもうここの防塵ガードがあるんで、風の巻き込みとかもかなり軽減されていて、舞い上がった防塵が入らないようにっていう設計なので、これであればかなり花粉軽減されるんじゃないかなと思ってつけてるんですけど、結構調子いいかなと今思ってます。これだったらツーリングとか行ってゴーグルみたいな大げさ感もないし、ちゃんと花粉もかわしてくれそうな気がするので、今年はこのアルバプティクスのソロを試してみようかなと思ってます。これいいのはこういうミラーレンズもあるんですけども、あと超光レンズもあるので夜まで使えるじゃないですか。それだったらだからそういう意味では朝昼晩兼用で花粉症メガネの自転車用として使えるので、これちょっと使ってみたいなと思ってます。で、ここまでが目鼻口閉じましょうなんだけど、あともう一つやっぱり洋服にも気使いたいんですよね。なぜなら外走ってきて家に帰って花粉がいっぱいついてて、そのまま部屋入っちゃったらもう花粉そのまま持ち込んじゃうことになるんで、それでもう花粉が待ってる部屋で寝てたらもうそれこそまた花粉症の症状出まくりですから、こういうナイロンのものを自転車の時も着たいなと。春のアウターって普通のとこってちょっと厚手だったりするじゃないですか。でも自転車向けってバックポケットに入れられるようにってすごい軽量のものがあるんですね。で、これ何がいいかっていうと、シーズンがもうちょっと進んで、さっき言ったような3月4月暖かくなった頃でもまだ着てられるっていうものが多いんですね。そういう超軽量のバックポケットに入るぐらい薄手のウィンブレっていうのを持っとくといいかなと思います。例えばパフォーマンス寄りのものだと、こういうセブンメッシュっていうゴアテックスのシェイクドライっていうのを使った、こういう感じでかなりタイトめの作りですね。前傾になってもここは楽になるように作られてるんで、この超薄手で透湿性もあって、これ実は僕も持ってるんですけども、結構春先は自転車に限らず常に持ち歩いてます。これ何がいいかっていうと、もうすごいちっちゃくなるんですね。まあバックポケットに入るっていうところが当たり前なんですけど、それ以上にもう本当にちっちゃくなる。こんなちっちゃくなる。だけどちゃんとウィンブレとしての機能を果たしてくれて、もちろん花粉もこれ着て乗って着いたらもうこれパシャンパシャンってやって玄関に置いとくみたいなことをしてあげれば花粉は逃れられます。でもう一つちょっと街乗り的におすすめなのは、さっき僕が着てたこのチャリコーのウィンブレ、これも非常に薄手なんですね。これももうこうやってさっきほどちっちゃくはなんないけども、かなりこうちっちゃくなる。これはもう本当に完全にファッションで、アームも太くて、自転車だとバタつくからこんな太くしちゃダメだよみたいなのを完全に無視したデザインで、僕そこ大好きなんですけど、チャリコーおしゃれとして着れますよね。ただここにこうスナップがあって止めるとこうはためかせながら乗れるみたいなかっこよさもあったりするんで、非常にこう自転車用としてもちゃんと考えられてるっていうウィンブレですね。こういったもんでも全然いいかなと思います。はい、というわけで自転車乗りの花粉症対策、まあ、参考になればなと思います。今日の動画は以上です。いいねと思った方はいいねお願いします。登録もですねしてもらえると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ソロのレンズね、僕が買ったのはこのブラックのミラーなんですけども、これちょっとパーティー感が強いのと夜は使えないなと思っていて、超光レンズの替えも買おうかなと思ってたんですね。どうもソロは替えのレンズが効かないらしいです。もう一本買うか。